お前最近付き合い悪いな。一体何眺めてんだよ。別に、ちょっと勉強したくなっただけ。俺お前らと違って若いし。なーに言ってんだか。勉強して刑務所の中で何になるってんだ。分からん。よう、何やってんだ。見りゃ分かるだろ、新聞読んでんだ。お前読めんのかよ。読めるよ。そういうお前は読めるわけないだろう。それよりいいことしようぜ。どうせろくでもないことだろ。俺は忙しいんだ。楽しいことだよな、リオ。なんだよ、リオがいるならリオと遊べばいいだろうな。そうだろ、リオ。でも臭いな。とにかくほっといてくれ。ああ、わかったよ。行こうぜ。これ、ガイズの事件でしょ。ずいぶん大きな人なんだね。この被害者の人。こんな人と喧嘩するなんて、すごいね。僕だったら、絶対逃げると思う。何してんだ。さっさと行くぞ。なんだろう。確かにこんなやつ、イオが殴ろうとかって無理だよな。俺だってこんなやつ殴れないぞ。そうだよ、絶対こんなでかいやつ俺が頭を殴れるわけない。なんだよ、気持ち悪いやつだな。一人でニヤニヤして。まあね。おい、お前、面会だ。
い。手を出せ。行ってこい。よう、元気だったか。ああ。そうか、それはよかった。とにかく座れ。今日はいい報告がある。何？俺の仲間、見つかった？らしきグループは見つけたんだが、どうせ逃げられたんだろう。まあ一度で話が聞けるとは思ってないから。それより。なんだよ。あの男の身元が分かった。この男って？君が殺した男。いや、正しくは君が殺したと言われている男だな。とにかくその男の身元が分かった。え？マジ？ああ、俺が頼んでも被害者の遺留品を見せてもらえなかったから、人に頼んであの男の偽の知人になってもらったんだ。警察の方も早く厄介払いしたかったみたいで、あっさり遺骨と遺留品をくれたよ。で？着ていた服の襟に小さな布切れが縫い付けてあった。布切れ？なんで？一人暮らしの男には馴染みの布切れなんだけど、洗濯に出すと誰のものか分かるように小さな布に名前かそれに代わるものを書いて縫い付けるんだよ。へえ、そうなんだ。俺が使っている洗濯屋とは違ったから結構手間取ったけど、その布切れをつけた洗濯屋が分かれば名前と住所はすぐに分かった。ジャレットという男で、町の南外れに住んでいる。まさか町中の洗濯屋を回ったの？ルスカってすごいよな。俺、正直感動した。何言ってんだが。いや、マジで。真面目な話、上着のポケットに家族からの手紙が入っていたのは幸運だったな。どういうことだよ。洗濯屋の情報で分かったのは、町の南外れにあるボロアパートに住んでいる独り身の男だってことだけだったんだ。かなり前からそこに住んでいるらしいが、近所で聞いても何をしている男なのかさっぱりわからなかった。近所付き合いしてないのか？それってかなり怪しくないか？いや、近所付き合いがないわけでもないらしいのだが、一緒に酒を飲んだりしても自分が何をしているのかあまり話したがらなかったらしいんだ。ただ近所の人の話では何かやばいことをしているらしいって噂だった。妙に金回りのいい時と全然な時があったらしいし、不良少年が何人も出入りしていたそうだ。ふーん。で、手紙からは何が分かったの？手紙は男のお姉さんからのものだった。
母親が会いたがっているから一度故郷に戻ってこいという内容で、先日お姉さんとお母さんに会ってきた。本当？遠かったんじゃないのか？旅費なんて出せないぜ。気にするな、出世払いでいい。出世払いって俺出世できるのかな？っていうか、その前にここから出られるのか？してもらわないと困るさ。この俺が本気を出したんだからな。で、家族の話だと、もともとは弁護士か何かになるつもりで町に出たらしい。だけど学費のことや何かでうまくいかなくて、探偵というか便利屋のような仕事をしていたようなんだ。家族も詳しいことは聞いていないらしいが、手紙ではそんなことを言っていたんだそうだ。その手紙も見せてもらったが、どうやら間違いはないようだ。探偵ってかっこいいな。で、何を調べていたんだ？それが分かれば犯人も一発じゃん。きっと何か弱みを握られそうになった奴がいて、そいつがこれ以上調べられないように殺したんだよ。そう考えるのが妥当だとは思うが、男の部屋はかなり荒らされていた。一応警察に通報して調べてもらったのだが、多分帰ってくる人がいなくなって随分経ったから空き巣が入ったのだろうということだった。じゃあその探偵が何を調べていたかの資料とかもなかったわけ？そういうことだ。だがこれで一つはっきりしたことがある。何？お前が犯人じゃないと言いたいところだが、厳密に言うと少なくともお前が犯人ではない可能性が出てきたというところだな。どういうこと？部屋が荒らされたのがあの男が死ぬ前だったにしろ、死んだ後ずっと立ってからにしろ、あれは警察の言うような物取りじゃない。なんで？俺は警察が帰ってからじっくり部屋を調べてみた。確かに部屋に現金はなかった。だけど被害者の仕事や暮らしぶりを考えれば、自宅に常時多額の現金があるはずもない。まあそれはいいとして、部屋には多分謝礼でもらったのだろう。指輪やネックレスがいくつか残されていた。警察の許可を得て信頼のおける鑑定士に見てもらったのだが、間違いなく本物だった。そしてそれは普通に片付けてあったんだ。それなのにそれを持っていかなかったということは、目的は金じゃなかった。そういうことだ。机の周りが一番ひどく荒らされていたから、犯人の目的はおそらく資料だと考えられる。ガイズはこの探偵と何の関係もなかったんだから、資料が目当てということはないだろう。狙うとすれば金目のもののはずだ。だがこれで被害者の仕事を調べ出すのはかなり難しくなった。犯人が目的のものを手に入れたのなら、燃やすなりなんなり絶対人に見つけられない方法で処分するだろうからな。そんな顔するなって。まだ始まったばかりだ。とりあえず宝石類の持ち主を当たって話を聞いてみよう。うん、そうだね。そうだ、俺も報告があったんだ。あのさ、気になったことがあるんだ。俺どうやってあの男を殺したことになっているのかわからないけど、あの男かなり大きいじゃん。俺じゃあの男の頭なんて殴れないんじゃないかと思って。確かにガイズのせいでは俺の頭を殴るのは無理だがな。被害者が座っていれば別だろうが、これは調べてみる必要があるな。
捜査資料を見る正当な権利はある。ダメでも警察にもちょっとした知り合いぐらいはいるからな。なんとか手に入れてみよう。ありがとう。まさか手がかりが見つけられるとは思わなかった。やる気は十分というわけか。そんなこと言っても何にも出てこねえよ。別に見返りなんて期待してない。じゃあそろそろ帰る。いつものようにチョコレートを持ってきたから食べてくれ。それと例の手紙よろしく頼む。わかった。元気でやれ。頼んだからな。エヴァに報告しないとな。ウスカは本当にエヴァの言っていたような人だったって。こんなところにいたのか。エヴァ、話があるんだけど。おう坊主、話ってなんだ。んじゃ悪いけど、俺抜けるわ。仕方ないだろう。ちょっと大事な話があったな。じゃ、行くぞ。感謝するよ。そうか、期待はしてなかったが、改めて突きつけられると答えるな。気になるって顔だな。教えてやらないと言いたいとこだけど、お前にはしばらく世話になるからな。特別に教えてやろう。別に気にしてなんかない。俺は昔駆け落ちしようとした女がいた。嵐の夜に落ち合って一緒にこの街を出ようとした。だけどあと一歩で街を出るってところで家族に見つかって、女は連れ戻された。そのせいで俺はここにぶち込まれたのさ。ルスカには彼女の消息を探してもらってんだけど、結婚したってさ。だってエヴァって確か盗みじゃなかったっけ。そうさ、娘を盗んだってことで窃盗罪。親父殿もさ、取り返したいほど大切な娘だってんならせめて誘拐罪にしろってな。お前の方はどうだ、何か分かったのか。俺、ルスカがさ、被害者の身元を突き止めてきた。ジャレッドっていう探偵らしい。探偵か、ヤバそうな仕事だな。でさ、
じゃあるって。ベルベットだ。おーい、チョコレートがあるんだけど食べる？ありがたく頂戴しよう。ベルベットって本当甘いもの好きだよな。チョコレートというものはな、はいはい、でそこでわしが出てくるのだ。わしは国王としてどちらのチョコレートが美味しいか判決を下さないとならん。だけどそのチョコレートは非常に美味しくて甲乙つけがたかったのだ。そこでわしはどうしたと思う？どうしたの？包み紙を見たのじゃ。一方は包み紙にバラの絵が描いてあり、もう一方はわしの絵が描いてあった。だからわしは後者を選んだ。なんだよそれ。それが悲劇の始まりだった。実はこのチョコレートはわしの国で作ったものと隣の国で作ったものだったのだ。それでわしが自分の国のチョコレートの方が上だと言ってしまったものだから、隣の国の国王が怒ってな、とうとう戦争になってしまった。その責任を取らされてわしはこんな牢屋に入れられたのだ。今度はチョコレートかよ。一体何回戦争起こしてんだか。ちょっと待て。わしのチョコレートを半分どうした？
やめろって。なんだよいきなり。さっき口に入れたわしのチョコレートをどこに隠した。チョコレートってベルベットが突然あんなことするから落としちゃったよ。何？ちょ、やめろって。なんだ？こんな目に合わせておいて、なんだはないだろう。あ、すまん。ちょっとは常識が残ってるって分かって安心したよ。すまん。上人言ってはなんだが、お前にだけ特別に脱獄ルートを教えてやろう。いいって。いいから聞け。わかったよ。いいか、それは懲罰房にあるんだ。懲罰房？そうだ。お前は懲罰房に入ったことがあるか？ないよ、そんなところ。そうか。懲罰房は恐ろしいところでな。座らされたら一歩も動け。立ち上がることも寝転がることもできないんだ。もちろんトイレもない。マジ？じゃあどうすんだよ。代わりに足元には穴が開いている。その穴は下水道につながっているんだ。そのせいで臭くて臭くて。で、それからどうなってるの？穴はかなり小さいんだが、わしやお前なら通り抜けられるはずだ。ちと臭いが、我慢して水が流れている方向に進め。時々上から降ってくるからな。それは気をつけんといかん。わかった。で？しばらく行くと川に出る。その川を渡るともう自由の身だ。そうなのか？だが、ごめん、戻らないと。でも面白かったよ。ありがとう。また会おうな。
警察なんて大したことないよな。なんだよ急に。そりゃ俺だって昔はそう言ってたけどさ、その警察に捕まってこのざまだぜ。大したことないとはどういう意味だか説明してもらおうか。どうしてとはご挨拶だな。警察の仕事は犯罪者を逮捕することだけじゃないんでね。どうしたら犯罪を犯すようなバカどもが二度目を犯さないようにするかを考えるのも警察の仕事でね。時にはこうやって視察に来る必要もあるわけだ。まだやらないといけないことがあるんで。待て、お前は随分警察をバカにしているようだな。そういうやつこそ犯罪を繰り返すんだ。ま、お前の場合は終身刑だから問題がないとは思うが、こういうことを見逃すと周りの奴らまでつけ上がるからな。ちゃんと思い知らせてやらないと。来い。一体逆らうから痛いんだ。どうした？急におとなしくなったな。なんでこんなこと。お前が反抗的だからだ。いい加減諦めた方がいいぞ。さ、着いた。立て、服を脱ぐんだ。さっさとしろ。しっかり調教されてしまったというわけか。調教。違うのか。調教されている割にはしつけはなってないな。甘やかされているんじゃないのか。だが俺は違うぞ。たっぷりしつけてやる。え、何？一体？次は足だな。寝転がれ。
知りたくない。勘違いするな。こんなもので殴ったりはしない。ほら、さっさと寝転がるんだ。恥ずかしい格好だな。全部丸見えだ。さて、次はこれとこれだな。ミュカ、ミュカ。面会だ。はい。そうだ、忘れないうちにこれを渡しておこう。さっき弁護士から預かった。ありがとうございます。じゃあ行ってきます。ルスカ。ガイズ。ああ、もう受け取ってきたのか。とりあえず開けてみてくれ。うん。こっちはいつものチョコレート？ああ、今度うちの近くに新しくできた店なんだが。こういうのってさ、女が買うんじゃないの？仕方ないだろう。店に入るまで気がつかなかったんだから。それより何か変わったことはあったか？変わったこと？例えばさ、この前脱獄の話を聞いたんだ。脱獄だって？ああ、ベルベットっていうちょっと頭のおかしい囚人に聞いた話だから、本当かどうか知らないけどさ。ベルベット？知り合い？いや、どこかで聞いたような気がしただけだ。え？なんでも懲罰房のトイレが地下の下水道につながっているらしくて、そこを伝っていくと川に出られるらしい。ありそうな話だな。ルスカもそう思う？ちょっと待て。
いいか、絶対脱獄なんて考えるんじゃないぞ。どうしてさ、どうしても無実が証明できなかったら。ダメだ。どうしてだよ、別にルスカのところにかくまってくれって押しかけて言ったりしないからさ。そういう問題じゃない。再審の時にも言ったが、脱獄なんて再審以上にうまくいくもんじゃない。銃殺されるのがオチだ。それもただの銃殺じゃない。見張りの塔にいる何人もの看守に撃たれて全身穴だらけ、顔の形だって変わるぐらいだ。家族が見たってそれが君かどうかわからないくらいになるんだぞ。そんなもの俺は見たくないからな。穴だらけの自分なんて俺だって見たくない。とにかく絶対脱獄なんて考えるな。分かってるって。大体本当の話かどうかも分かんないのにそんなヤバいことするわけないじゃん。そうだな。でルスカの方は、宝石の持ち主に当たるって言っていたけど。それが全く手がかりなしだ。そんな。残されていた宝石類から分かった相手が二人いたんだが、どっちも単なる旦那の浮気調査なんだ。それも一件は全くその事実なし、もう一件は愛人がいることはいたんだが円満に別れておしまい。どっちのケースも後に問題を残すような仕事じゃなかった。ましてやそのために人殺しまでするようなものじゃない。それにその当時何か別の仕事の話をしていなかったか聞いてみたんだが、二人ともそんなことは聞いていなかったし、思い当たるようなこともないそうだ。そう。すまんな。とりあえずもう一度君の仲間に接触してみよう。うん、頼む。そんな気落ちするなって。別に落ち込んでなんかないよ。じゃあそろそろ作業に戻るよ。俺不器用でさ、今でもまだ指に針を刺してばかりなんだ。ちゃんと無実を証明してやる。だから絶対早まったことをするなよ。うん、分かってる。元気でな。それとその封筒は最新の新聞の切り抜きだ。研究のために被害者の遺体をかなり細かく解剖したという教授の話が載っている。詳しいことは載っていないから、近いうちに本人に会って詳しい資料をもらってこよう。それから、うん、ありがとう。分かってる。エヴァへの手紙だろ。ちょっといろいろあってあまり会えないんだ。申し訳ないけど頼む。任せとけって。お前ほんと下手だよな。うるさい。お前いつまで経っても上達しないそうだな。
そんなに下手なら今日は特別作業をさせてやる。ちゃんとノルマを減らすように言っておいたから安心してついてこい。入れ。おお、こいつが殺人犯か。まだ子供ではないか。ですが、なかなか反抗的でして。そうなのか。それは楽しみだ。女のように淫乱なやつもいいが、たまには息のいい若い子がいいな。じゃあ、あいつは俺のものにしようかな。独り占めはいかんぞ。だいたいあれだけ淫乱では、一人じゃ満足させられないだろう。さて、そろそろ。そうですね。来い。観客がいるのだからちゃんとサービスしろよ。観客ってサービスって。そうだ、警察大臣のボルアネ様だ。お前など顔を見ることもできないほど偉いお方だ。しっかり奉仕して差し上げろ。軽々しく名を出すな。選挙の時にどんな問題が起きるかもしれん。ご心配なく、こいつは終身刑ですから。そうか、殺人犯だからな。ほら、押した。早く服を脱がないか。ムードのない子だな。まあ、若いから仕方ないか。もう少ししっかりしつけておきます。ほら、次は足だ。あれだ。よーガイズ、疲れてるみてえじゃねえか。お前もだろ。まあな。知ってるか、今日の昼飯で何人か当たったらしいぜ。当たったって何か腐ってたのか。知らなかったのかよ。
今日の昼は早めに来た奴にだけ魚がついたらしいんだ。それが腐ってたらしいぜ。ま、いい気味だけどよ。そいつらの分まで作業させられて、ラッキーも何もないよ。そりゃそうだな。その代わりってわけじゃねえが、今夜の食事は早い者勝ちで食い放題らしいぜ。え、本当？食あたりで寝ているやつの分をだいぶ作りすぎてるらしいからな。それはラッキー。よし、たくさん食うぞ。小さいくせによく言うよ。ジョズよりも食えるぜ、俺。へえ、本当かよ。当たり前だろ。引き捨てなんねえな。勝負すっか。当然だ。なんだ、面白そうだな。よし、俺はジョズにかけよう。なら俺はそっちのガキに。お前、しつこいぞ。お前こそ。もう、限界なんじゃねえのかよ。そっちこそ。殺し。もうダメだ。で、勝敗は？そんなこと俺が知るか。確かに。なんだ、散々盛り上がってやがったくせに。まったくだ。お前、なかなかやるな。お前こそ。こんなことしてる場合じゃないのに。もしそうだったら、どうした、暗い顔して。別に、ただ新聞眺めてても何にも分かんないなと思ってただけ。
どれどれ見せてみなさい。うわ、ひどい記事だな。なんだよこの記事、何の目的があってこの教授に話を聞いたのかさっぱりわかんねえじゃん。仮にもプロだろ、もうちょっと目的意識を持ってインタビューしろよな。これじゃあ単なる学会賞を取りましたの報告で終わってるよ。そんなことで無駄に紙を使うなって。いやだからそうじゃなくて、悪い悪い、俺の方が目的意識をなくしていた。で、モヤは何が知りたいんだっけ。決まってんだろ、俺の無実の証拠だよ。これだけの記事からそれを見つけるのは難しいな。だけどポイントはここじゃない。詳細なスケッチを残したって書いてあるだろ。ルスカなら抜かれなくそれを手に入れていると思うけど、そいつをバルイーダにでも見せればなんとかなるかもな。あいつあの顔で死体マニアっつうか表記マニアっつうか妙なことに詳しいから。軍人ってみんなああなのかね。あいつなんで髪伸ばしてるか知ってるか。なんで、何か意味があるの。それがさ、人間の髪が伸びる速さが知りたいんだとさ。はあ、なんで。髪が伸びる速さが分かれば、死体で発見された人が行方不明になってから死ぬまでの間にどれだけ生きていたかが分かるということらしい。そりゃそうだと思うけど、何の役に立つわけ。髪の毛は人間の体の中でも腐りにくい方だ。だから他が腐ってしまっていつ死んだのかよくわからない死体が出てきた時に、その人の身元が分かって生前どのくらいの髪の長さだったか分かればいつ死んだのか逆算できるとか。あと、アルイーダって変わってるよな。なんか気味悪いし。あいつ何かに取り憑かれてるんじゃないか。だけど結構いいやつだぜ。変わってるのは認めるけど。変わってるって言えばエヴァも変わってるよな。俺が？どうして。だってなんかいつも楽しそうじゃん。能天気っていうかさ、刑務所にいるんだぜ。普通もっといろいろ考えるだろ。俺はたかが窃盗罪だからね。刑期も知れてるし。さてそろそろ戻るかな。監視が集まってきたからそろそろ消灯だぜ。もう逃げません。お許しください。ルスカ、ガイズ元気そうだな。
元気だよ。あの教授の資料はどうなった？今写しを取っている。それとギルディアスの捜査資料もだ。そうなんだ。まだ時間がかかりそう。ああ、何せ膨大な量だからな。警察の捜査資料は閲覧時間が限られているから思ったより時間がかかるんだ。そっか、なるべく急いでくれよ。なんだか妙に乗り気だな。死因か何かについて何か重要な疑問点でも出てきたのか。違うけど、エヴァが死体マニアだっていう人のことを教えてくれた。その人に解剖図を見てもらったら何かわかるかもしれないって。死体マニア。うん。で、狂気マニアなんだって。狂気マニア。ガイズ、そんな奴に近づいて大丈夫なのか？ちょっと気味悪いけど悪い奴じゃない。エヴァもそう言っていた。言っとくけど、凶悪殺人犯とかじゃなくて軍人みたいだ。軍人か。あれ？だけど、バルイーダって何してここに来たんだろう。バルイーダ、一時新聞で名前を見たような気がするな。じゃあ、やっぱり殺人事件でも起こしたのかな。傍観されそうになって逆に殺したとか似合いそうだな。それよりガイズ、君の仲間と接触ができた。マジ？ああ、確かに君は朝からずっと自分たちと一緒にいたと言っている。それで必要なら裁判で証言してもいいと約束してくれた。君のことはずっと気にしていたらしい。マジ？やった！じゃあこれで再審できるよな。俺が人を殺してないってことが証明されたんだし。それはなんだよ、やる気ないな。やる気がないわけではないのだが、ああ、なんだよ、はっきりしろよ。はっきり言おう。今の状況なら再審を請求したらその請求は通るだろう。じゃあいいじゃんか。だけど裁判では勝てないだろう。なんでだよ、俺がやってないことをちゃんと証言してくれるんだろう。それとも不良少年の証言なんて当てにならないと思っているのか。それを判断するのは私ではなくて裁判官だ。それに検察側としてはそう裁判官に思わせるように仕向けるだろう。だったらルスカがあいつらの証言は正しいって思い込ませるように仕向ければいいだろう。もちろん裁判ということになれば全力を尽くすが、はっきり言ってもう少ししっかりした証拠がないと逆転無罪は難しいだろう。せめて解剖の結果と捜査資料をちゃんと付き合わせてからにするべきだと思う。いいって、俺は早くこんなところを出たいんだ。やれやれ、君は強情だな。
わかった。最新の手続きをしよう。詳しい日程や手続きについてはまた説明に来るから。ありがとう。俺頑張るよ。何だってする。俺はどうすればいい？そうだな、まずは体を大事にすることだ。裁判前に倒れられては話にならないからな。あとは何があっても冷静でいられるように、あまり期待しすぎないでおくことだな。期待しすぎると何でもない検察側の突っ込みにショックを受ける。向こうは君を有罪にするのが仕事だ。別に君を憎んだりバカにしようと思っているわけじゃない。何を言われても冷静に受け流すことが大切だ。わかった。なるべく努力する。じゃあよろしくな。俺もう作業に戻るから、早く帰って早く準備してくれよ。やれやれ、無茶な坊やだ。いよいよ明日か。よう、坊主。いよいよ明日だな。頑張ってこい。ああ。準備はいいのか？今日は早めに休まなくていいのか？別にエヴァが裁判に立つわけじゃないんだから、エヴァがオロオロしたって仕方ないだろう。分かってるけどな、とにかく早く休んだ方がいいぞ。何をやってんだか。ちょっとフラフラしてくるかな。だけどさ、本当に裁判なんだろ？だったらこんなところでうろうろしてていいのか？準備とかあるんじゃねえの？消灯前に独房に戻った方がいいんじゃないのか？そうだな、そうするよ。いよいよだ、とうとうこの時が来たんだ。思い知らせてやる。悪いけど、二人にしてくれないか。少し打ち合わせがしたい。わかりました。我々は外で見張っていますから。よう、ガイズ。昨日はちゃんと眠れたか？うん、それが。どうした？何かあったのか？
別に、ただちょっと興奮しちゃって。そんなことだろうと思ったよ。菓子でも食べるか。相変わらずひどいスーツだな。そうか、これでも随分ちゃんとアイロンをかけてきたつもりなんだが。それで？それにさ、アイロンがけなんて自分でやってんの？奥さんとかいないわけ？残念ながら独身だ。そりゃね、朝から酒なんか飲んでる男じゃ結婚しようとは思わないよな。今日の留守か、なんかかっこいいよな。そんなことが言えるなら大丈夫そうだな。落ち着かないんだよな。タバコ吸っていい？やめておけ。タバコ臭いと裁判官の心象が悪い。え、ダメなのか？一本ぐらい吸っても平気だろ。一本だけだぞ。悪いけどちょっと出かけてくる。打ち合わせがあるんだ。いいよ。打ち合わせなら時間がかかるよな。悪かったな。あれ、早くない？打ち合わせだろ。あ、ああ。もしかして証人にすっぽかされたとか？それはない。ただちょっと情報提供者と会っていただけだから。そうなのか。まさか彼女とかじゃないよな。何を言ってるんだ。やだな、冗談だよ。そんな冗談が言えるなら緊張はしてないようだな。時間だ。あ、では、ただいまより裁判を始めます。まず第一に、警察が提出した捜査資料では、被告人はバカにされてカッとなって被害者が後ろを向いた隙に落ちていた石で頭を殴ったということになっています。そして被害者を解剖した教授の報告によると、被害者の頭部の傷はほぼ頭頂部ということです。この点間違いありませんね。
ではここで再現してみましょう。確か被害者の身長は私の方が少し小さいぐらいで、私とほぼ同じでしたね。ではこれを石の代わりにして、君が証言した通りに私を殴ってみてください。ご覧になっていただけましたか。この少年の背では思いっきり殴った場合、どうしても後頭部になってしまいます。もちろん頭頂部まで届かせることは不可能ではありません。しかしそのためには腕をいっぱいに伸ばす必要がありますから、捜査資料にあるように頭を殴って気絶させるほどのダメージを与えることは難しいと思われます。捜査資料に見られる自白の矛盾点はそれだけではありません。例えば凶器です。捜査資料では血まみれの死体に仰天して持っていたナイフをそのままにして逃げたとされています。しかし現場はもちろん、被告人がその後立ち寄ったとされる雑貨屋までの経路のどこからも発見されていません。さらに財布を奪おうとしたが見つからなかったという供述です。被害者の財布は上着のポケットに入っていました。見つからないわけがありません。以上です。検察官、反対尋問をどうぞ。弁護人の指摘した最初の矛盾点について、被害者が座っていたとしたらどうでしょう。簡単に頭頂部を殴打できるはずです。異議あり。座っていたという記述がないというのでしょう。異議を認めます。記述がないということも一つですが、それ以上に捜査資料にあるように絡んできた男が一体どういう状況でしゃがんだりするのか、その点を説明してください。座っていたらというのはあくまで一例です。実際にはこのような長い棒を使ったのでしょう。あの広場には建築業者が捨てていく廃材、つまり太い木の棒がゴロゴロしています。その中の一本を使ったのでしょう。そうすれば頭頂部に打撃を与えることも可能です。君は血まみれの死体に仰天してと供述していたね。だったら殺害の状況をはっきり覚えていないのは当たり前です。実際には棒で殴ったにもかかわらず凶器を石と言ったり、本当はナイフを持ち帰ったにもかかわらず置いてきたと言ったり、本当は怖くて財布なんか探れなかったにもかかわらず財布を探したと言ったり、これらの矛盾点は全て被告人の動揺によるものと思います。弁護人も裁判に何度も立ち会っていたならよくご存知でしょう。行き当たりばったりの犯行の場合、被告人はしばしば犯行当時のことを混乱していてよく覚えていないと言ったり、曖昧で間違った供述をしたりすることがあるということ。ここで新しい証拠を提出したいと思います。被告人、これは誰のナイフですか。俺のです。間違いありませんか。ちゃんと確認してください。はい、ここに
って名前が彫ってあります。弁護人も異議はありませんね。ではこのナイフをよく見てください。刃の部分にシミが浮き出ています。このようなシミがどうしてできるか、遺体の解剖をお願いした教授に見ていただきました。解凍は血が固まったものだということでした。おそらく被告人は被害者をこのナイフでめった刺しにした後、いつもするように鞘にしまい、そのままポケットに入れて持ち帰ったものと思われます。弁護人、異議はありませんか？ありません。異議はありませんが、証人を召喚したいと思います。検察官、異議はありませんか？ありません。ではどうぞ。弁護側は証人として被告人の遊び仲間である少年たちを召喚いたします。緊張しているみたいだね。でも君たちは知っていることをそのまま言ってくれればいいからね。君たちは被告人であるガイズ少年が人を殺したとされている事件のことを知っていますか？はい。じゃあその日のことを話してもらうからね。その日君たちは彼と一緒だったかな？それとも一緒じゃなかった？どっちですか？覚えていません。そんな、俺たちずっと一緒だったじゃないか。被告人は静粛に。もう一度聞きます。ガイズ少年が人を殺したとされている事件が起こった日、君たちは彼と一緒にいましたか？覚えていません。それでは質問を変えましょう。君たちがみんなで雨宿りをしていて、万引きをしたのを見つかったガイズ少年がお店の人に追いかけられたことがありましたね。それはいつのことですか？具体的な日時でなくてもいいですから、その日に起きたはっきり記憶している出来事を教えてください。覚えていません。どうしてですか？俺たちよく万引きしてるから覚えていません。ガイズも大概一緒にいるけど、別に毎日ってわけじゃないから、よく覚えていません。終わります。検察官は反対尋問をどうぞ。ありません。双方、他に言っておきたいことがありますか？ありません。ありません。被告人は？では判決です。被告側の無罪の申し立てを却下します。行くぞ。外にはまだ二
普通の人がいっぱいいるけど、手枷を隠した方がいいか。だから、外にはまだ普通の人がいっぱいいるけど、寝かせを隠した方がいいかと聞いたんだ。別に、いいです。そうか、わかった。じゃあ行こう。あのルスカの復帰第一戦だから期待してきたんだが、あっけなかったな。だいたいなんであんなクズの肩を持つのか、それがわからないな。今日はいいざまだったな。キルディアス。お前は本当に頭が悪いな。口の利き方に気をつけろと言ったはずだ。すみません。まあいい。反抗的な態度が治るまで何度でも徹底的にしつけ直してやるから。とは言っても、今日は仲間に裏切られて、さすがのお前も傷ついているだろうからな。今日のところは優しくしてやろう。どうだ？見たこともないほど美しい部屋だろう。さて、今日は私が服を脱がせてやろう。そこに座れ。服を脱がせてやるだけだ。そうかそうか、泣くほど辛かったのか。よしよし、今日はいい子でいたらたっぷり可愛がってやるからな。いい子にはご褒美をあげよう。
見てごらん、かわいいだろ。かわいい子猫にはぴったりの首輪だろ。よしよし、いい子だ。さあ、早速結んであげよう。え、あ、ちょっと。さあ、できた。よく似合っているよ。恥ずかしがらないで、よく見せてごらん。こうすると、お前が腰を振るたびに音が鳴って、どれだけ感じているか、よくわかっていいだろう？やけにおとなしいな。そんなにショックだったのか？そういう時は、気持ちいいことをすればきっと忘れられるだろうよ。ほら、お前のために持ってきてやった玩具だ。嬉しそうじゃないか。さあ、自分でまたがってたっぷり腰を振るんだ。ミュカ、かわいいミュカ。そんなに気落ちするな。いくら敏腕ルスカでも一発で決めるのは難しいものさ。あいつはもう次に向かって動き出してるだろうぜ。そんなしけた顔してるとあいつにぶん殴られるぞ。ガイズ、大丈夫？このままじゃ病気になっちゃうよ。医務室の先生に見てもらった方がいいよ。おいお前、変だぞ。そういう時はパッと最後にかけるぜ。おいって、今からかけやるんだ。おいよ。もう見えません。ほっといてくれ。お許しください。何が、お許しくださいだ。